口コミ12016年投稿やることがとにかく多すぎるダイソーでパートとして働いています担当箇所の発注品出しレジ、入受け、庭家商品の場所へのご案内などの接客その他名前のない雑用をこなしていますとにかく何をするにしても時間が圧倒的に足りませんさらにダイソーにはかなり変なお客様が多くクレームを頻繁に発生するため大変ですお疲れ様です社畜ジャパンです今日はダイソーの会社の口コミを紹介します 口コミ2。まずはダイソーを数字で見ていきましょう。売上高は5493億円。平均残業時間25.6時間。離職率5.7%。平均年齢36.1歳。有給取得実績は7.7日。有給取得率は72%。正社員数は585名で、店舗数は国内で4042店舗とのことでした。また、こちらは課長待遇の求人情報です。年収は700万円から850万円を想定しているとのことでした。 口コミ32022年投稿店舗数より社員数が少ないからすれ忙しく特に新規店舗の出店時は大変自分の店舗のオペレーションもしながら新店の準備をこなさなければならない重いものを搬入するため体への負担も重く腰痛になってしまう社員も多いただ給料はよく入社56年もすれば産業代込みで450から470万円はもらえるしかもレオパレス21限定だが家賃個児も7割出る小売業でここまでの交代偶はあまりないと思う 口コミ42022年投稿入社3年目ですが年収は400万円以上いただいています年間休日は会社規定110日プラス法律で義務付けられている有給消化5日を加えた計115日がベースご想像の通り万引き犯も多くこの前捕まえた奴は私日本語わからない日本語わからないって叫んでいたいやお前日本語わかっとるやないか口コミ52022年投稿 残業代は1分単位で100%支給される。稼ぎたかったらとことん残業すればいいし、それだけ業務量も多い。管理職以上になると仕事が生きがいという人間が多いので、そういった上司の元に就くと残業天国となる。計画連休5日を取るという目標を会社は掲げているが、5日連続で取っている人は周りにはいない。出張手当、残業などをフルマックスで突っ込めば、新卒でも年収500万円は到達可能。口コミ62022年投稿20年以上前にバイト経験あり、 独身の男で時間と体力があるため、入社後1ヶ月もしないうちに店舗運営全般に他店舗応援までやるはめに、ほんとむちゃくちゃな会社だった。バイトなのに毎日売上報告して怒られて、正社員の声もかかっていたけど拒否しました。正社員は店舗につき店長を一人出し、バイトの急な休みを全部カバーしにゃならんので、口コミ、7、2022年投稿、ダイソーで働いていたことあるけれども、理不尽なクレーム来ましたよ。孫に買ったおもちゃの車が壊れたから交換したいと。 レシートを持っているかと聞いたら、こんな安いもの買って持っているわけないでしょうと電話で言われ驚いた。それで交換したところで、その女性の孫は喜ぶのだろうか。本当に客層が底辺で、思考も悪かったです。現在は高額商品を販売している会社で働いていますが、客層は非常にいいのでギャップに驚かされます。口コミ82022年投稿 全く別の世界から来たかのような信じられないくらい叱りつけてくるクレーマーが定期的に来店する。人生の反面教師として、ああはなりたくないなぁといつも思う。基本的に安さを求める客ほど理不尽なクレームをする人が多いように感じます。お金持ちのクレームとは違って悪意がぐんぐんと前へ出てくるような。仕事も体力勝負で20キロの段ボールの搬送もよくあるので疲れる。口コミ92022年投稿 小売業とはいえ、日々進化を求められます。そのため、旗から考えるよりも、業務内容は多岐にわたっています。例を挙げると、新商品の提案、斬新な陳列方法の発案、システム改善、掃除のやり方の改善などなど、すべてにおいて新しい意見を求められます。はっきり言って現場は社員同士の競争の場ですね。また、家に帰ったら即寝落ちの日々が続きますし、休日関係なく連絡が来るのできついですよ。口コミ102023年投稿。 やりがいがあることは長年勤めた私も保証します。もちろん、とってもいい会社だと手放しに断言はできません。でも、頑張れば頑張るほど認められますし、若くして店長になれるチャンスも多いです。ただし、5から6店舗以上を駆け持つことになると思います。相当の激務ですし、全国転勤もあります。さらに言えば、若くして店長になったプレッシャーに耐えきれず、辞めていく方もおられます。口コミ112017年投稿。 ソー社員として適性がある人はこんな感じです。まず学生時代に過酷なスポーツをしていたこと。それから接客アルバイトの経験が豊富なこと。一人暮らしをする自信があること。最低この三条件はクリアしておくべきで、さもなければ、まず新人研修で泣きを見ることになると思います。泣かされた新人さんを見てきました。容赦なしです。あと、くだらないプライドを持たず、鈍感であること。基本給が低く、残業と出張で稼ぐので、格差は必須です。口コミ12。2022年投稿。 アルバイトの場合の給料について、時給がどうこうは関係なく、長時間労働なので、嫌でも稼ぐことになると思います。搬入などに借り出されると、半月以上休みなしということもザラです。また、拘束時間は遅くとも朝9時から長いときは深夜にまで及びます。実際、私も朝9時に出勤して、夜11時まで店長と一緒に残業、なんてこともたびたびありました。<laughs> 口コミ13、2023年投稿、母がパートをしています。 話を聞くと本当にクレーマーと商品を探さないで聞いてくる人が多く大変そう。この前セルフレジの案内をしていたらおばさんから通りすがりにうるせえなって言われたらしい。あとこの仕事のおかげで3人くらいに同時に質問されても裁けるようになったとのこと。口コミ142022年投稿本当に八つ当たりはやめてください。セルフレジになってから金詰まりなどのトラブルで逆にレジ遅延が増えました。商品の場所を聞くのは時々レイアウトが変わる時もあるので仕方ありません。 その点は納得しています。身についたスキルとしては、クレーマー客のおかげで、申し訳なさそうな顔をするのが上手くなりました。口コミ15、2022年投稿。高3で受験が終わってバイトするかって思ってダイソーでバイトをしました。まず休日のレジ中はクっそ忙しい。あとは商品の質問がとにかく多い。少なくとも1日30回は聞かれていた。特におばちゃんからの質問が多く、勘弁してほしかった。口コミ16、2022年投稿。 ものすごい体育会系とでも言いますが、とにかく厳しい。上司からは理不尽なことで失責を浴びせられますし、年配のパートさんにはかなりきつい方もおられます。それをどう受け流し、または飼い慣らしていくかも難しいところだと思います。私が勤務している間にも何人もの新人を含む社員が過労や精神不安定を理由に辞職していきました。社員だけではなく、パート・アルバイトの入れ替わりも激しいです。口コミ17ポジティブ 2023年投稿。接客が嫌なので、シフトは朝しか入っていません。早朝手当も出るし、そっちの方がコスパがいいです。まあ、自分のご案内とか、受けた注文で感謝の言葉をいただけるのはやりがいかな。ただ、お金を出すのに1分ぐらいかけるのと、会計を4回以上に分けるのと、八つ当たりは控えていただきたいです。口コミ18ポジティブ。2022年投稿。ダイソー勤務者です。 覚えること、やることも多いですが、慣れてしまえばどうってことないです。私は他のパートさんに恵まれたおかげで、毎日楽しく働いております。商品の質問も iPad で検索すれば一瞬ですし、大変かどうかは本当に一緒に働く人によりますね。いろいろな商品がありますし、新商品もどんどん入ってくるので、面白い仕事場だと思いますよ。口コミ192017年投稿、質問。 棚卸しロス率って何ですかダイソーのアルバイトです0.5%以上出したら辞めさせられることもできるって言われました答えロス率が高い場合は大量の盗難伝票管理のミスもしくは内部の人間の商品横流しが疑われます大抵不正の発覚は転勤で後任者が不正を見つけることで発覚します長く同じ店にいると出来心が起きることも十分にありえます口コミ20これで最後です2022年投稿 バックヤードで理不尽なくらい在庫が溜まり、出しても出しても減らない。混んでいる時に返金対応のクソワババーやメインレジに入った時のストレス、数え上げればキリがないですね。あと、客もゴミが多いですが、従業員もですよ。万引きよりも内引きを気にしている会社ですからね。以上がダイソーの会社の口コミでした。皆さん、どう思われましたかぜひコメントで感想を教えてください。はい、本日の動画いかがでしたでしょうか 今後も皆さんにお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひぜひこちらをクリックしていただいてチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。では、さようなら